生物地球科学的循環は、生態学や地球科学において、生態系の生物や無生物を循環する元素や分子の循環経路を指す用語。全体として元素は再利用されるが、循環経路の中には、元素が長時間にわたって蓄積される部分も含まれる。水循環のモデル図生命体内のあらゆる元素は、生物地球科学的循環の一部である。生命体の一部としてだけでなく、水や陸や大気といった、無生物的なものも循環経路に含まれる。地球上の生物的要因は生物圏として集合的に参照される。炭素、水素、酸素、窒素といった元素やそれらで構成される分子などは生態系内の各生命体が構成する閉鎖系で使われる。すなわち、それらの物質は解放系として失われたり補給されたりしているのではなく、再利用されている。太陽は光の形で地球上に常にエネルギーを与え、それが食物連鎖において使われたり、熱という形で失われたりする。地球上の物質は太陽光のように常に補給されているわけではない。ごく稀な隕石以外に物質を外から補給されることはなく、現に地球上にある物質が存在しているだけである。そのため、地球上の物質はあらゆる場面で再利用されている。そのような物質の循環には生物圏も水圏、岩圏、大気圏も関わっている。生物地球科学的という言葉の生物は生物圏を意味し、地球は水圏、岩圏、大気圏を意味する。科学的はもちろんその循環する化学物質を指している。化学物質は時には長い間、同じ場所に放置されることもある。このような場所を貯蔵所と呼び、例えば石炭の鉱床は炭素を長い間、貯蔵している。短期間しか同じところに留まらない化学物質は交換プールにあると言える。一般に、貯蔵所は非生物的要因であり、交換プールは生物的要因である。交換プールの例として、動物や植物があり、それらは炭素を一時的に利用し、空気中などの周辺の媒体にそれを放出する。炭素が植物や動物の体内に溜まっている期間は石炭鉱床と比較すると短い。ある化学物質が一つの場所に保持される期間を滞留時間と呼ぶ。生物地球科学的循環は常に平衡状態、すなわち部分間の元素循環におけるバランスの取れた状態にある。ありがとうございます。